ショーン・ヒロシ・ヒンクリーこと、イチオカ・ショーンは、日本の男子プロバスケットボール選手である。身長200センチメートル、体重99キログラムで、ポジションはフォワード。アメリカ合衆国、ロサンゼルス生まれ。父の影響で5歳からバスケットボールをはじめ、ウエスト・トランス高等学校では、地域の優秀選手に選出された経験を持つ。高校卒業後の2010年7月。 リンクとチギブレックスと契約を結び、ブレックスと、その下部組織である TGT ライズで試合に出場した。当時の登録名は、ショーン・ヒンクリー。2012から13シーズン、トヨタ自動車アルバルクに移籍。2013から14シーズン、アイシンシーホース三河に移籍し、一岡ショーンの名前で登録される。シーズン終了後、学業に専念するため退団した。 その後、サンディエココミュニティカレッジを経て、2015から16、シーズン終盤の2016年2月に、愛心三河に復帰した。2017年6月29日、三河を退団した。その後、2017から18シーズンは、無所属で、米国の大学で、経理の勉強に励み、痛みがあった両膝など体のケアにも努め、2018年7月6日、 2018から19シーズンにより、レワンが北海道へ加入することが発表された。登録名は、三河時代と同じ、一岡昌雲。2019から20シーズンをもって対談した。その後再び1年間は無所属であったが、2021年6月25日、B2 の福島ファイアーボンズとの契約が発表された。登録名は、三河、北海道時代と、 同様、市岡ショーンとのアリセ番号は32となる。アメリカと日本の二重国籍であったヒンクリーは、日本代表ヘッドコーチだったトーマス・ウィスマンの誘いを受け、日本国籍を選択、2011年に日本代表候補に選出される。翌2012年には、フィバアジアカップに出場、準優勝に貢献した。アメリカ人の父と日本人の母を持ち、 東京都に在住する祖父母を訪ねるため毎年夏に日本を訪れていた。一岡翔雲はパスポートに記載されている氏名であり、国際大会では国際バスケットボール連盟の規定により一岡翔雲の名前が使われる。宇都宮餃子が好物。選手としての特徴インサイドで体を張る献身的なビッグマン。主に外国籍選手とマッチアップするためファールが多くなりやすい。 しかし、タッチの柔らかなミドルシュートや日本人離れした豪快なリュープトを見せてくれる。ありがとうございます。